今モニターの前で口を開けてこのコントローラーを握っている君を、あえて我々は君を友と呼ぶ。さて友よ、君は誰もが持ち合わせているという道徳心を信じられるか。ある人は言う、人間にいい人も悪い人もいない、あるのはただの価値観の違いだけ。それら全てがみんなかけがえのない個性なのだと。だが友よ、きっと君ならわかるだろう。たとえかけがえがなくとも、常識なき個性など他人にとっては迷惑なだけなのだと。このゲームにはそれぞれに個性的な人間たちが登場する。しかし彼らに君の常識はきっと通用しない。君は迷惑すら被るだろう。だから友よ、君が正すのだ。彼らの勘違い、誤った認識を、彼らの中に眠っている道徳心を揺り起こせるのは君だけなのだ。なんか面白いことないかな。